皆さん、おはようございます。では、のミラクルボーイ。お話し会に参加経験、ハルキングタクでございます。確かに、紙芝居の準備はどのようにするか。はい、わかるかなはい。その紙芝居の魅力をちょっとお話しします。その前に。紙芝居は確かに海外でも広がっており、高齢者関係施設、図書館、家庭、地域文庫、幼稚園、保育園、学校、教育機関など、いろいろですね。はい。 確かに楽しませるものでございます。ベープサープトでも人形劇でも影絵でも、本当に、紙芝居は本当に文化財ですね。人間国宝と言っていいでしょう。確かに持ち味としては確かにいろいろな特徴があって、面白い。確かに絵本と紙芝居似てるようですが、全然違うんです。これ昔から本当に伝統的なもので、セリフの出来事いろいろ伝え、会話が多いですね。はい。確かに絵本は会話は少ないそうでございます。いやー、驚きました。 まあ、演じても育てるそうでございます。というわけで、紙芝居の魅力でした。バイバイ。